アイテム番号 SCP-505JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-505JP は現在、工事中と偽装し周囲を不透明シートで覆うことで対処されています。不透明シート内はカメラによって常時監視されており、監視体制点検を月に一度 D クラス職員を用いて行うことになっています。実験はセキュリティクリアランスレベル4以上の職員の許可が必要です。内部を調査する場合は、2時間以内に終了するようにしてください。職員及び民間人に想定外の SCP-505JP の影響が確認された場合、即座に拘束し主任研究員の報告してください。説明 SCP-505JP は、県、市郊外にある2階建ての一軒家です。公的な資料から土地の持ち主が判明していますが消息不明であり、SCP-505JP が建設された経緯や時期などは不明です。しかし1999年にはすでに存在していたことが調査から明らかになっています。SCP-505JP の外見及び内装、家具、間取りに異常はありませんが、電気ガス水道などの公共設備には接続されていません。しかしながら、SCP-505JP 内の電気、ガス、水道は使用することが可能であり、それらの動作に異常はありません。SCP-505JP は不定期にすべての扉と窓を閉め、室内のすべての照明を点灯させます。以下、活性状態。活性状態の SCP-505JP を目視した人間、以下、被験者、は、SCP-505JP を自分の家であると認識し、帰宅、しようとします。被験者が、帰宅、すると活性状態は終了し、帰宅、しなかった被験者はその影響から脱します。活性状態を終了させる、帰宅、人数は1名で済むことがほとんどですが、稀に2名の、帰宅、が必要な場合もあります。帰宅、がなかった場合、活性状態は1時間から10時間ほどで終了しますが、SCP-505JP の影響が消えることはありません。しかし、これらの影響は記憶処理によっても脱することができることが確認されています。なお現在までに活性状態の間隔が3時間を下回ったことはありません。被験者が SCP-505JP に帰宅した場合、その姿が再び捉えられることはありません。装着させた通信機、発信機はバッテリー切れまで被験者は SCP-505JP 内に存在し、SCP-505JP 内に居住している未知の存在、以下 SCP-505JP、A、B、を被験者が家族と認識し、温和な雰囲気で生活を行っていたことを知らせます。しかし装着させたカメラが SCP-505JP、A、B の姿を捉えたことはなく、また被験者や SCP-505JP、A、B が通信機の更新に応じることもありません。また SCP-505JP 内部を捜索した際、被験者のカメラに職員が映ることがありましたが、職員が被験者を発見することはありませんでした。音声の分析から SCP-505JP、A は5歳から10歳程度の男児。SCP-505JP、B は18歳から25歳程度の女性であると考えられています。SCP-505JP、A は被験者を、父母、と認識して対応しますが、SCP-505JP、B は、夫、あるいは、母、と認識して対応します。音声内に他の被験者の音声が確認された事例はありません。SCP-505JP 内部に被験者が同時に2名以上存在している場合でも SCP-505JP、A、B はそれぞれの被験者の会話音声に記録されています。SCP-505JP 内部で活性状態に遭遇した場合、滞在者のうち1名は、帰宅、と同様に消滅します。またその活性状態の終了まで、滞在者の消滅を全く認識できないことが判明しています。音声記録 505JP、参照。また内部で活性状態に遭遇した場合、その活性状態中に外部から観測してもその影響を受けません。非活性状態の SCP-505JP へ侵入した場合、その瞬間に居住者が消えたかのような状況及び物品が観測1、回収されることがあります。現在までに回収された物品は、玩具類、衣服、D クラスの衣服も含まれています。さらに盛り付けられた人体の一部などが回収されています。完全な記録は、505JP 回収物品一覧を参照してください。物品はすべて市販されているものであり、また人体は死亡後に加工されたものであることが確認されています。SCP-505JP は199に編集済みの調査を行っていたエージェント吉川がその影響を受けたことにより財団に発見されました。
エージェント吉川は幸いにも、帰宅、前に SCP-505JP の活性状態が終了したため無事でした。その後の調査によって SCP-505JP の近隣住民は SCP-505JP の影響を受けたことがなかったこと。SCP-505JP の建設の経緯や時期などを正確に覚えていないことが明らかになっています。音声記録 505JP3。日付1999、概要 SCP-505JP の今に D クラス3名を待機させ、内部で活性状態になった場合の変化を観察する実験中の更新記録の一部抜粋。沢田研究員 D クラスの諸君、聞こえていますか？ D505JP、4聞こえてるよ。D505JP、5問題なし。D505JP、6感度良好だ。沢田研究員わかりました。それでは実験の手順の再確認を。D505JP、4おいおい、もう4度目だぜ。1時間ごとに確認しなくてもわかってるよ。沢田研究員 D505JP、4聞かれたことに答えなさい。契約はご存知のはずですね。D505JP、4、舌打ち、この家の照明がついたら全部見て回る、だろ？D505JP、5その時おかしなことがあれば逐一報告しろ、だったな。D505JP、6全部見回ったら出ていいんだろ？沢田研究員よろしい、それでは。この時、活性状態に入った。D505JP、4を、やっとついたな。SCP-505JP、どうしたのパパ、ぼーっとして。D-505JP、5へ、ああ、なんでもないよ。D-505JP、6それじゃ、2回から回るか。沢田研究員以上はありませんか？まずは職員番号と周囲の状況を言いなさい、早く。SCP-505JP、いや、そうだ、ゲームしようよパパ、レースゲーム。D-505JP、5、パパに勝てるようになってるのかな？未来のエースドライバーくん。SCP-505JP、もちろんだよ。D-505JP、4、舌打ち、D-505JP、4電気がいきなりついた以外は異常なしだ。D-505JP、6、D-505JP、6、同じく異常なし。D-505JP、5よしよし、ならその腕前見せてもらおうかな。ただしママのご飯ができるまでだぞ。沢田研究員わかりました。では内部の捜索を開始してください。異常があればすぐに知らせるように。SCP-505JP、AY、行こうパパ。不帰この後、活性状態終了まで D-505JP-5 の不在を認識することはありませんでした。また D クラス職員だけでなく、外部にいた沢田研究員までもが異常を認識していなかった点は特筆に値します。事件記録 505JP199 に SCP-505JP 内部8箇所にテープ式カメラを設置し、非活性状態の内部変化の様子を観察する調査が行われました。活性状態終了後すぐにカメラの設置し、記録を開始。想定外のリスクを避けるために2時間後に侵入し回収、7台のカメラの回収に成功しましたが、1階の廊下を映していたカメラはその破片の一部しか発見できませんでした。SCP-505JP、A あるいは、B に破壊されたものと考えられています。また、この侵入時に活性状態でないにもかかわらずエージェント白崎が消滅しました。音声記録 505JP、4。日付1999、概要カメラ回収のために SCP-505JP に侵入した際の音声記録の一部抜粋。エージェントまさき、以下、まさき、これより SCP-505JP に侵入する、次の活性状態までは？国枝研究員残り時間は27分ほどです。まさき了解、ではこれより SCP-505JP に侵入する。私、は2階のカメラ3台を取ってくる。エージェント白崎、以下、白崎、1階は自分と和田、三井で回収します。エージェント和田、以下、和田、了解。エージェント三井、以下、三井、了解しました。まさきよし、開けるぞ。扉の開く音とともに足音。SCP-505JP、A お帰り、パパ。まさき本部、廊下と玄関は見せられないらしい。カメラが破壊されてる。和田、三井、他のカメラを回収してから詳しい捜索を。
階段を登る音。白崎へ、ただいま、愛しき息子よ。国枝研究員本部了解、気をつけて捜索を続けてください。異常があればすぐに伝えてくださいね。和田時間はたっぷりってほどじゃありませんが、十分あります。右側の回収行きます。三井左側行きます。SCP-505JP、ねえパパ、今日はどうしてそんな格好してるの？白崎悪いが言えないんだ。和田本部、他のカメラは無事な模様、回収します。三井こちらも無事を確認、回収します。まさきこちらもだ。国枝研究員本部了解。SCP-505JP、どうしても？白崎そうだな、よくわからないものが何かわかるためにお仕事してきたんだ。SCP-505JP、そうなんだ。和田物品とお話、破壊されたカメラの破片回収を開始します。三井回収完了、それと折りたたまれた衣類を発見しました。に、名分と推測されます。国枝研究員本部よりエージェント三井へ、写真だけお願いします。三井了解。白崎どうかしたか？ SCP-505JP、あら、お帰りになってたんですかあなた。まさきこちらも回収を完了した、思ったよりスムーズにいったな。白崎ただいま。SCP-505JP、ちょうどおやつができたところですよ。和田ならこっち手伝ってくださいよ、結構破片多いんですよ。まさき了解、すぐ降りる。階段を降りる音？白崎それは楽しみだな。SCP-505JP、早く食べようよパパ。ふきこの作業終了後、SCP-505JP から退出し扉を閉めるまでエージェント白崎が消滅したことを認識することはありませんでした。これは現在までで唯一の活性状態以外での消滅現象です。この件を受けて、SCP-505JP 内の監視体制の確立は保有されることになりました。ほい1回収されたカメラは侵入の瞬間に衣類が出現したことを捉えており、また12608から13113までの間 SCP-505JP、B 及び被験者となった D クラスの声と生活音が少なくとも4組分重なった状態で記録されていました。なお、破壊されたカメラの破壊音は記録されていませんでした。ほい2事件 505JP 後の内部調査で、今から破られたスケッチブックの断片が回収されました。回収された断片に書かれていた文章。楽しいお家、素晴らしい家族、喧嘩はいらない、手を繋ごう。だって仲良しだから、しっかりと、手を繋ごう。吹き文章は一般的な黒のクレヨンで書かれています。また、文字の脇まで何かを塗りつぶした跡が見て取れますが、その全体像は不明です。